バンダイ。株式会社、バンダイ、英文社名、バンダイ CO、LTD は、バンダイナムコグループの玩具、模型、規制服、アパレル、生活用品等を手掛けるメーカー。変身を商標登録している。コーポレートメッセージは、夢、クリエーション。かつては、三和グループのメンバーであり三和系企業で、設立された緑会のメンバーだったが、 ナムコとの経営統合後に緑会を大会した。バンダイグループは日本国外において現地の人気キャラクターを盛んに玩具化し、新キャプテンスカーレットやバットマン、ベン・ジューなどの玩具が現地の子会社を通じて発売されている。1990年代にスーパー戦隊シリーズを日本国外向けにした作品であるマイティ・モーフィン・パワー・レンジャーの玩具をアメリカをはじめとする。 日本国外で発売し、大成功を収めた。以後、パワーレンジャーシリーズの玩具を、毎年、発売していたが、サバンブランドとの契約終了により2019年4月1日を、もって、同シリーズの玩具販売はハズブロへと移行する。2000年代以後はそれらに加えて、現地のキャラクターを、アニメ化して展開している。アメリカでは、 社が開発したグリーティングカードのキャラクターであるをヨーロッパではフランスの絵本を題材としたなどをアニメ化している。2010年代はアジアでのメディアミックス戦略にも力を入れインドネシア向けに石森プロと共同開発した東進大特撮ヒーローガルーダの戦士ピマを展開している。これを受け2014年には現地法人バンダイナムコインドネシアを設立した。 このか、アイカツ、も、韓国や台湾、香港、インドネシアで、アニメと関連玩具を展開している。マイティモーフィンパワーレンジャーの成功に合わせて、ガンダムシリーズなどの日本のキャラクターの玩具も、日本国外で発売を行っている。創業者、山下直治、1918年から1997年10月28日の、ク系ツイップが経営する、 繊維会社、バンダイ産業のガング製造障害者、バンダイアとして、浅草にて創業。バンダイ、モズとは、武教七書の一つに数えられる、教法書、陸島に登場するこの、バンダイ不益、永久不変の意に由来し、創業者の山下直司が、いつの世も人の心を満たすものを作り、絶えない企業の発展を願う、という意味だとしている。当初は、 バンダイ産業のあまりの布切れで作った人形を販売。その後、1950年発の自社製品のゴムマリ、リズムボール発売、B26 ナイトプレーンが50万個以上のヒットになり、これ以降、金属玩具を主力とするようになる。輸出が中心で国内には輸出のあまりを販売しており、玩具業界では評判が悪かったが国内向けの玩具開発を手掛けるようになる。 創業1960年代当時は教育の番台と言われた。玩具メーカーとしては後発であり、旧来の玩具業界から反発が強かった。そこで、同じく後発の宝とエポック社と組んで1961年に玩具三社会を設立。三社共同の玩具見本市を開催したり、新入社員の研修を合同で行うようになる。 後にトミーと日眼と学習研究者が加わり、ガング6社会になる。1960年代半ばより、クレイジーホーム、ワンパクフリッパー、サンダーバードなどのヒットにより大手に成長する。しかし1968年に提唱した、無返品取引が、バンダイは返品負担を親に押し付けるんだ。と、ガング流通業界の反発に合う。さらに、 キャプテンスカーレットの失敗により、バンダイ倒産地下死という黒い噂が生まれる。それと共に、バンダイ不買運動が起こる。こうした騒動は、無返品取引を撤回し、さらに、キャプテンスカーレットの売り上げ不振で倒産した、今イ井イ科学、今イ井イの業務をバンダイが引き継ぐことで収束した。1960年代の判権違反問題で、大失敗し、 半県協会から追放され、業績が落ち込んでいたところ、東映の渡辺良徳が仮面ライダーを作る際に、バンダイの救済も兼ねる形で、バンダイに子会社を設立させた。1971年発足のポピーである。以後ポピーがキャラクター玩具を担う形となり、東映と関係を深めていき、キャラクタービジネスを主軸とした、マーチャンダイジング推進していった。 1970年代に、ポピーは急成長し、売り上げでバンダイ本社を抜くようになり、ポピー社員はバンダイ社員の選望を受けることになる。ポピーがバンダイ本社に合併されるまでは、バンダイ本社はほとんどキャラクター玩具を扱っていなかったため、現在のバンダイのキャラクター玩具はポピーが基盤となっている。ポピーは、東方のゴジラシリーズ等の特撮怪獣映画、 仮面ライダーシリーズスーパー戦隊、シリーズメタルヒーローシリーズ等の投影の特撮、アニメ、ウルトラマンシリーズ等のつぶらやプロの特撮を、はじめとした作品の世界観やキャラクターを使用した、玩ング、雑貨、寄生服などを商品化する、キャラクターマーチャンダイジングビジネスを得意とている。ただし、これらのうち、代ナイしポピーが当初から玩ングを手掛けていたのは、 仮面ライダーとスーパー戦隊とメタルヒーローのみであった。番組企画当初より登場キャラクターのデザイン等への参加及び介入することでおよそ1年間の商品、販売計画を策定しており、現在のキャラクターガングビジネスの基本ラインは、同社のスタイルを踏襲したものが多い。1967年に経営破綻した模型メーカーの小暮のプラモデルの金型を買い取った。 ことから本社内に模型部を発足。前述の今井科学の静岡工場と金型と社員を買収して1971年に子会社のバンダイ模型を設立。静岡県の清水工場を拠点にバンダイ模型が企画開発と生産を行い、本社の模型部が営業と販売を行う体制となる。旧今井製品の再販を土台にスタートしたため、 バンダイは倒産した会社の金型を使っている。都業界内での評価は悪く、新製品の開発が急がれ、ミリタリーや自動車の模型などを開発する。特に1、48機講師団シリーズは、手頃な価格と内部構造の再現で、1970年代、前半はタミヤ模型の1、35ミリタリーミニチュアシリーズと並ぶ人気商品となる。 また1970年代中頃の一時期、米国モノグラム社の販売代理店となり、同社の優れた1、48航空機キットを全国に低価格で供給した。同じ頃、東映の大ヒット映画、トラック野郎の版権を取得し、主人公の乗った11トントラック、一番性をモデル化。当初得意の1、48スケールの販売だけだったが、後に、 全長55センチの超大型120スケールのものを発売25年以上経った現在も販売を継続している。1978年には宇宙戦艦ヤマトと超合金ブームの人気を受け、ブルマークの倒産により商品ライセンスを失ったつぶらやプロダクションのウルトラシリーズ商品ライセンスを獲得する。以後、バンダイのウルトラシリーズは大ヒットしていった。 1977年冬に発売した宇宙戦艦ヤマトでは1、500、1、700頭キャラクター系キットに対する初のスケール表示の導入や監視を広げたディフォルメモデル主役メカだけでなく脇役メカや悪役側メカもシリーズに加えるなどの商品展開のディスプレイキットが大ヒットした。それまでは全枚やモーター駆動による玩具色が強かったキャラクター系キットが ディスプレイキット主体に転換される結果となった。その商品展開は、機動戦士ガンダム還元キット、通称ガンプラに継承されて1980年代以降の爆発的ヒットにつながり、プラモデルの取り扱いは、キャラクター系キットに特化され、数多くのヒット商品を生み出した。1980年に、山品直次は35歳の長男、山品誠に、 社長職を譲り会長職に退いた。この時期、バンダイグループは玩具業界一に成長しており、山品直司は勝負はついたという趣旨の発言をしている。山品誠は出版社の編集者を死亡していたが、その死亡が叶えられなかったことと前述の黒い噂の払拭に努めていた。時期の山品直司の長男を入社させるくらいだからバンダイは大丈夫なんだ。 いうアピールとしてバンダイに入社した。このため、玩具事業には興味を持たず、文房具、アパレル、歌詞、映像、音楽、パソコン、アミューズメントなど、事業の多角化に進むことになる。これは、表面上は少子化で、玩具事業の成長が見込めないためとされたが、山品誠が、玩具事業にいる、古参社員を煙たがったためともされている。一方、 1980年代の玩具業界は成長が頭打ちになり限られたパイをめぐって競争が激化、玩具メーカーの倒産も相次ぎ、前述の玩具6社会は1984年に解散した。その中でゲーム会社は急成長し任天堂やセガはバンダイの売り上げを追い抜いた。この流れに対応し1980年代中盤には、 独自のテレビゲーム機の販売を行うも、ファミリーコンピュータ、ファミコンをはじめとする、他社ハードのサードパーティーとして、ソフトの製造、販売を手軽ようになる。なぜ、ファミコンをするのか、と言われたものの、ファミコン参入第一弾、筋肉マンマッスルタックマッチのヒットで軌道に乗った。1八十二年に、ガンプラの販売において、闇再販、メーカーが価格を決め、 流通業者に、それを守らせることと、抱き合わせ販売、ガンダム以外の商品も買わないとガンダムを売らないを、行いらなかった場合には出荷停止を行ったことから、独占禁止法違反に当たるとしてバンダイと、ポピーが、公正取引委員会の立ち入り検査を受けた。1983年に、公正取引委員会の闇再犯排除の勧告を受諾する。しかしもう一つの問題である。 抱き合わせ販売は不問となった。1983年に株式上場に向けバンダイ本社を存続会社としてグループ8社の合併を行った。1986年に玩具メーカーとして初めて東証2部上場を果たした。これにより社員たちの中にあった、所詮、俺たちは下町のおもちゃメーカーじゃないかという悲劇する気持ちが払拭できたとある。 なお山品直治は第二次世界大戦で中国に出生しており戦時中の食材として1985年に中国福建省に日中合弁会社中国福一万福建ガング有限公師を設立ビジネス上の狙いとしては円高で日本国内でのガング製造のコストが上がったため円高の影響がない中国で製造しようということであるこれ以降 バンダイは海外生産の比率を上げていくことになり、現在では9割が海外生産である。1989年の第39回創立記念式典で山下誠はバンダイランドの構想を語った。これはディズニーを手本としたレジャー施設の構想である。また高く買おいしそうを推し進め、玩具会社から脱皮し、ディズニーのような総合エンターテインメント企業を目指す。 ことも語られた。この日本のディズニーという目標は現在のバンダイでも継承されている。1989年に提携していたコアランドテクノロジー株式会社を子会社化し、称号を株式会社バンプレストに変更、杉浦交渉が初代社長になった。ただしこの際に人的に相当な流出入の変化があったため、バンプレストとコアランドテクノロジーの関係は、 法人格を引き継いだだけの関係に過ぎないと捉える、向きもある。海外では1993年にアメリカでパワーレンジャーが大ヒットを飛ばす。しかし前日のようにゲーム機でニンテンドーやセガに遅れを取ったと考えたバンダイは1994年にプレイデア、1996年にピピンアットマークを販売するも失敗。これに加え、同時期の玩具事業の不振。 スーパーファミコン用ソフトの不振により1997年3月期の連結決算は上場以来初の赤字となる見通しなった。こうした経営不振から1997年セガとの間でセガバンダイとして合併を行うと発表された。これに関してセガの中山社長はピピンが成功していたら合併はなかったろうとしている。逆に セガとしてはセガが弱い低年齢向けのキャラクターで強みがあるバンダイとの合併はメリットがあった。また当時、セガはライバルの巣にゲーム機戦争で負けつつあり、この合併は敗者連合とされた。しかしタマゴッチの大ヒットやバンダイ社内からの反発も強く構想は破断。ただこの2要素が破断の決定的要因ではないとしている。セガの方が 企業規模が大きい上に、社風が、米国流でドライだったため、合理化の名のもとに、リストラ、解雇の懸念があったのである。また、バンダイ系列の問屋を統合して誕生した、ハッピーネットでは、存続会社の当初社員ばかりが優遇されていた、ハッピーネットの悪夢も強く想起され、合併の存続会社がセガである以上、リストラされなかったとしても、バンダイ社員は不遇になると思われた。さらに、 かつてのバンダイでは考えられなかったが、一流上場企業の社員としての誇りが、セガバンダイの名前に強く反発した。また、合併反対派が山品直治を取り込んだことも影響した。この時の責任を取り、山品誠は社長職を辞任し会長に退くも、公認の茂木隆は山品誠派で、山品体制は維持された。セガとは合併破断後も、 業務提携が続けられしばらくの間、セガのゲーム機向けのソフトを優先的に開発することとなる。ピピンの事業はその後も続けられたが、1998年に撤退、同事業を手掛けていた、ブドバンダイデジタルエンタテインメントは解散する。これに伴った、特別損失270億円を下場。このため、たまごっちのヒットにより、1998年3月期の、 連結決算は2882億円と過去最高だったにもかかわらず、単独決算では赤字に転落する。さらにたまごっちのブームの収束を見極められず、大量の在庫を抱えてしまい、1999年3月期では、単独決算、連結決算ともに赤字になる。単独決算は2期連続の赤字である。この責任を取り、茂テ隆は退職。 山品誠も名誉会長職に退き、山品体制は崩壊した。1999年に山品誠が推進した多角化を放棄し、赤字事業を生産するためバンダイ入社3年目の高須武雄が社長に就任。高須が泥をかぶった形で事業の整理が始まる。彼の就任中に音楽、映像、 海外反射などの事業が撤退ないし縮小することになる。玩具事業に不慣れな高須武を山下直治時代からの大番頭である杉浦交渉が会長職から支援した。同年には携帯ゲーム機市場における任天堂の一強体制を打破すべく携帯ゲーム機ワンダースワンを投入し一定の成功を収める。2002年に 長さ方向の寸法を短縮した鉄道車両のショーティーモデルの塗装済みキットである B トレインショーティーを発売。同様の鉄道模型に近い商品として N ゲージと同じ縮尺で先頭車両をリアルに模型化した食眼、スタートレインやレール幅が Z ゲージより小さい電池駆動のスケールモデルザトレインも B トレインショーティーと前後して発売されている。 2003年3月期の連結決算で営業利益と経常利益が過去最高を達成。本物のドラえもんを作るリアルドリームドラえもんプロジェクトを開始。一方、2000年にワンダースワンの後継機として登場したワンダースワンカラーは人気ソフトの不足やニンテンドーのゲームボーイアドバンスによる構成によって自利品に陥り、2003年に携帯ゲーム機のハード開発から 事実上の撤退を表明している。杉浦交渉は定年65歳の内気に従い会長職を辞した。彼の引退を記念して以前社長を務めたバンプレストの本社があった千葉県松戸市にあるビルを改装しバンダイミュージアムとして開館。前日のバンダイランドの構想を持っていた同社としては不満の残るものだったものの特撮ヒーロー関連の展示やガンダムの世界観に 基づいた、博物館とバー運営するなどした。2006年8月31日に閉館。2007年4月28日、栃木県三部町に、おもちゃの町番台ミュージアムとして予想も、新たに開館。また、文化事業にも熱心なところを見せ、バブル崩壊後各社が活動を縮小する中で、世界有数の遠いコレクションを、藤田文化財団から譲り受け、 軽井沢ワールドトイミュージアム、現在閉館と栃木未部長の新万代ミュージアムで公開している。同ミュージアムでは19世紀の蒸気機関模型や20世紀初頭の炭鉱模型が展示されている。また、万代ミュージアムでは、玩具だけでなく、エジソンの発明品が一堂に展示されている。2004年4月、本社ビルを現在の場所へ移転する。 この新社屋のエレベーターは4基あり、それぞれバンダイが商品化しているキャラクターの声、マメッチ、仮面ライダー1号、アンパンマン、アムロレイがアナウンスするというユニークな作りになっている。2005年9月、それまで業務提携などを行ってきたナムコと共同で、持ち株会社を設立し経営統合。前述の高須武雄の手腕により、経営は万全とした上での統合である。 持ち株会社、バンダイナムコホールディングスの子会社となった。この経営統合で誕生した総合アミューズメント、AM 事業、グループバンダイナムコグループは、現在 AM 業界では、ニンテンドー、セガサミーグループに次ぐ、第3位の事業規模を誇る。この時は、セガバンダイの時と違い、バンダイナムコの名前に対する反発は、ほとんどなかった。2006年3月1日、 9今井時代からプラモデルを生産していた静岡市、清水区の静岡ワークスから静岡市青井区の新工場に移転し、バンダイホビーセンターとして稼働を開始。開発、設計、金型、生産というガンプラに関わる営業とプロモーション以外の分野をまとめて担当し、開発から生産までを施設内に一括することで、生産効率と品質の向上が図られている。 2006年3月31日、バンダイナムコグループの事業再編の一環として、家庭用ビデオゲーム事業部門をナムコを母体とした、ゲーム事業部門、バンダイナムコゲーム末、統合、旧、バンダイゲーム業部門が手掛けるゲームは、当面、バンダイブランドで発売する。バンダイは主に、トイホビー事業専門の会社組織となった。2006年6月には、 ウィルコムの W シムを使い、子供向け PHS、キッズ携帯パピポを発売した。1997年発売のタマピッチ以来の PHS 端末の発売であり、これまで発売してきたメルプチの発展版になる。2008年4月1日、バンダイナムコゲームスがバンプレストを吸収合併し、ゲームソフト事業とアミューズメント機器事業を継承、プライズ事業、 UFO キャッチャーなどの景品の開発、販売は新会社ンプレストを設立し継承。2009年4月20日、公式ショッピングサイト、プレミアムバンダイを開設。一般流通では販売しづらい商品や、大人用アパレル商品などを中心に、様々な商品展開を実施している。2018年2月9日、バンダイナムコグループの再編が発表され、 ホビー事業部並びに、コレクターズ事業部が手掛けている、ハイターゲット向けの玩具、プラモデルの企画、開発、製造、販売などの事業同年4月1日付で新会社、バンダイスピラッツへ移管したため、同時に、バンダイは、トイ事業、カンパニー、トイ戦略室、ボーイズ事業部、ガールズ事業部、プリスクール事業部、ベンディング事業カンパニー、ベンダー事業部、カード事業部、 ライフ事業カンパニー、キャンディ事業部、アパレル事業部、ライフ事業部の社内カンパニー制を導入した。トレーディングカードアーケードゲームもここへ置く。主にバンダイアメリカ製品。90秒以上の筆頭提供番組でのスポンサー読みは、ポピーと合併した1983年から2018年3月までは、楽しい時を作る企業バンダイ。2018年4月以降は、夢。 クリエーション番台、クレジット表示は、90秒60秒30秒、ガイストクラッシャーごと編不定期過去の提供番組と、多数、関連会社、関連施設など、提携企業など、その他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。